皆さんこんにちは、ダイスです。今回はルイージマンション3やっていきましょう。小山博士を救出したところからです。これあっちを見るがよい。ゲイルベジディ、エレベーターを使えば地下まであっという間じゃ。さあさあ、お化けに見つからんうちに急ぐぞい。行こう、急ごう。見つかりたくないよ、サクッと行きたいよ。走り方めっちゃ面白い。どうやってやるの。おー、金じゃよ。お金は大事じゃ。たくさん集めて おけばいっぱいいいことあるんだ。たくさん集めておきます。はい、 X 乗りましたけど、これはエレベーターボタンがすっかり抜き取られておるではないか。一体どういうことじゃか。とにかく今は考えても仕方あるまい。ほれ、地下1階のボタンをポチッと押すのじゃ。すごい、本当は、何階まであるの。高い、ここ。とりあえず地下1階行きます。しかしわしがさっきまで閉じ込められておった2階には君の仲間がいた気配などさっぱりなかったぞ。もっと上の階に連れ去られたのかの。となるとエレベーターボタンがないのは困るの。着いた。確かにエレベーターボタンがないのは困る。よし、そこ開けたかどうか忘れちゃったんで開けなかったんですけど、さっき落ちなかったのに。これもなるってことだよね。ちょっとやってみていいかな。あ、やっぱり各階にあるんだね、きっと。他のやつわかんないですけど、額縁がね、なんか若干違うから、これをやればいいっていうのはなんとなくわかりますね。よし、行こう。車また変わってるし、なんかいるし、なんかいる、やばい、なんかいた、やってしまった。へえ。逃げた。やばい、投げられる。やめてよ。あ、重たいんだ。重そうだね。引く。どこいる、どこいる、どこいる、あ、いたいた、多分ここだ。いない。え、どこ行ったの。え、いないよ。あ、いた。よし、あ、やばい、 HPがやってみていいかな。どこだ、どこだ、どこだ、どこにいるんだ、どこにいるんだ。いない。いた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 。パン。えい。まだ慣れてない、全然慣れてない。撫でてもらってからの方が楽。よし、行かないで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 、やだ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 。よし、ほー、回せないんだけど。どこどこいた。下手くそだな私。
出た。何それ。ここ何。あ、エレベーター、なんちゃらのボタンエレベーターボタンだ。すごいボタンな感じになってる。でもまだ1と5しかない。まあ確かにエレベーターボタンじゃの。お化けが持ち去っておったとは。じゃあ2つだけしかないの。他のボタンは別のお化けが持っておるのじゃろうか。よい、とにかくわしの車へ向かうとするぞ。面白いものを見せてやるからついてくるがよい。はい、呼ばれてる。何それ。え、くれないの。お、すごい、ラムになった。めっちゃ発明すごいんだけど。すごいこれ。カイラボ。すごい。マジか。わお。なんか新しい感じになってる。ようこそわしのベースラボへ。こいつはわしの天才的な発明品の一つでの丈夫で安心、冷暖房完備の移動式研究室なのじゃ。いや、こんなこともあろうかと万が一に備えて持ってきておいてよかったわい。それよりなぜわしがこのホテルにいるかというと、それには深いわけがあるのじゃが、手短に言うと騙されたのじゃ。短。ある日このホテルのオーナーを名乗る者から招待状が届いてな、世界中の貴重なお化けコレクションをわしに譲ってくれるというのじゃ。俺にはお化け研究家としての血が騒ぎ出しての、つい誘いに乗ってしまったのじゃが、こいつは罠だったのじゃ。わしは捕まえられ、逆にわしの大切なお化けコレクションを奪われてしまったのじゃ。せっかく君が苦労して捕まえたお化けもいたのにの。特にキングテレサはわしのお気に入りのコレクションだったのじゃが。もう出てたよ外に。なんじゃと、キングテレサはもう解き放たれてしまっただと。あのホテルオーナーのやつめ、なんてことをしてくれるのじゃ。ルイージ君、こうなったらもう君の活躍を頼むしかないっていう期待なんだね、やっぱり。なんとしてでもわしのお化けコレクションを取り返すのじゃ。あの、そこはマリオを助けるのだじゃないんだね。よし、そうと決まればルイージ君、早速これまでに捕まえたお化けをわしによこすんじゃ。はい、かしこまりました。もう使い慣れすぎだよねルイージ君、使い慣れすぎ。よしよし、この調子でお化けをどんどん捕まえて、またこのベースラボに帰ってくるんじゃ。君が捕まえてきてくれたお化けはギャラリーで見られるようにしておいてやるぞ。わお、わお、ギャラリーまた作るんだ。ん、なんじゃね、ルイージ君、一人で勝手に話を進めるのじゃと。マリオ、マリオ、まあ、そうじゃった、君の仲間を助けるのが目的じゃったの。すっかり忘れておったわ、ひどいまあとにかく君はこの怪しげなホテルを探索せねばならぬことには変わりはない。よし、そんな君にまずはわしの偉大な発明品を一つ授けるとしよう。名付けてバーチャルブー、略して VBVB だって何それ。真っ赤な画面がとてもおしゃれな最新式のバーチャルリアリティ装置じゃ。これが商品化されたら大ヒット間違いなしじゃじゃ。VB を使えばわしといつでも通信することができるんじゃよ。まあ後で君と通信テストでもしてみるとするかな。覗き込むにはプラスを押すのじゃ。君の現在の目的も表示されるから役立てるんじゃ。そしてもう一つ君に渡すものがある、こいつじゃ。
ルイージ君よ、このモニターデバイスをまずエレベーターの中に取り付けてきてくれんかね。ガテエレベーターの中、そうそうそう、そいつが何なのか詳しい説明はその後でしてやるからな。よし、では早速エレベーターへ向かえんじゃよろしくな。人使いの荒さ、人使いの荒さよ、いつもの感じ。なんかここで結構いろいろできますね。マップとかも見れるし、現在のマップ B1 回こんな感じです。楽しい。じゃあ探索行ってつけてきましょうかつけてこいって言われたからにはつけてこないとですよね。ってことでエレベーター行きましょう。これ雲ってどうなるのかな。あ、雲もお金になるんだ。普通に上からいっぱい来るんですけど、ななななななな、あとあと、ここ開けたか忘れた。キュー、エレベーターです。え、どうやって取り付けるの。これをどうやって取り付けるか。うわ、なんか勝手に勝手にやってくれるの、もしかして。やってみ、なんかできた。ハロールイージ君、どうやらうまく取り付けてくれたようじゃな。このデバイスはのエレベーターからフロアの地図データを吸い出してモニターに表示することができるんじゃよ。便利じゃろ。ほれ、早速さっき手に入れたエレベーターボタンをパネルにはめ込むんじゃ。はめるんじゃ。1と5だよね。おいで、家引き。お、勝手に行ってくれる、すごい。じゃあ次は5。出た。これで新しいフロアのマップも見られるようになったぞ。さらに驚くなかれるイージ君、このデバイスは VB と連動しておっての、地図データは自動的に VB へ転送され、君はいつでもどこでもマップを見られるのじゃ。 VB のメニューからマップを選ぶと詳しい地図が確認できるから覚えておくんじゃぞ。さてさて、ルイージ君、要するに君はこんな具合にしてマップを頼りつつ、このホテルのフロアを探索しながらエレベーターボタンを見つけ、新しく行けるようになったフロアをまた探索しながら君の仲間を探していけばよいということじゃ。わあよし、それでは早速探索と行きたいところじゃが、その前に VB の通信テストをしておくとするかの。一度プラスを押して VB を覗き込んでから、オヤマと話すを選んでくれんか。はい、プラス。わあ、すごい赤い、かっこいい。オヤマに話しかけようになってる。これか、すごいね、かっこいい。あー、ですです、こちら天才オヤマ博士。よし、バッチリできておるの。いつでも通信ができます。今のように話しかければアドバイスをもらえそうな気がする。ログブックを見たいときも話しかける。はい、そうか、早速一つ仕事を与えるとするかの。5階に行けるようになったじゃろ。わしはその、あ、5階の客室に泊まっとった。同じとこ泊まってた。カバンが置いてあるんじゃが、そいつを取ってきてくれんかね。わしの部屋はさて何個室じゃったかの。マップを頼りにすればいけるはず。ひどいな、生きて戻ってこいよ。行きましょう。じゃあ5階に行くんだ。宝石の取り方が分かんないんだけど、なんかやり込み要素な気がしますね。行きましょう、5階。怖いけど。うわ、楽しい、めっちゃ楽しい。つかないね、まだ。ついた、ついた。追いかけられてたからな、ここ。とりあえず初めてのフロアになるから気をつけなきゃ。ひー、行ってこよう。
なんか来た。電話来た電話。大事なことを君に伝え忘れておったわい。その新型オバキュームだがの、実は新しい機能を付け加えてあるんじゃよ。吸盤ショット。ゴム製の吸盤を Y で飛ばして、平らでツルツルした面に引っ付けることができるぞ。紐を吸い付けて A を押すと叩きつけて、あ、それなんかさっきやったかもしれない。ちょっとやってみましょう。はい。9番 Y ボタン、これか、こういうことね。で、紐を吸って、あ、こういうことか。え、楽しい。めっちゃ楽しいこれ。え、じゃあ全部動かせるってことなんだ。どっちから行けばいいんだろう。これも行けますよね、多分。位置を変える。これいけないらしい。なんだけど、うわー、無理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 。よし、ふう、別のお化けに当てて倒したっていうのがもらえましたが、あと明るくなった、嬉しい。あ、なんだ、あるじゃん、行ってない部屋に行かなきゃとかじゃなくて、びっくりマークついてるじゃん、わかるじゃん、もう。え、なんかいる、なんかいる、なになに、そのカバンが欲しいんですけど、その小山のカバンが欲しいんですけど、怖いよ、やべ、あ、食べた、はぁ、何してんの、逃げたよ。ちょっと待って待って、なんかある、なんかある、なんかある。とりあえずこの辺、お金もらえるのもいいんだけど、そういうことじゃないんだけどな。出すものはお金だったから、すごいお金持っている。隣行ったよね、隣の部屋。あ、またやば、やだやだ、あ、ニャフティーといける、早く出てきて、早く出てきて、いた、よし、もうや、オッケー、オーイエス、こわ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 、行こう、隣、隣、私さっき入らなかったとこだ、ここだよね。なに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 、読まないで読まないで、怖いから。やろう、調子はどうかね。すまんすまん、わしもいろいろ忙しいんじゃよ。しばらく席を外しておったぞい。
メイドのお化けにカバンを盗まれたじゃと、何をボケっとしておるんじゃ、ひどい。バイバイ。なんかすいません、多分ここ隣に行ったんだったらここだと思うんだけど、いた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 。よし、ここどうすればいいんだ。あ、わかったかも。明るくして Y ボタンでピッてやって、こうだ。 Y 使うんだ。まあ、また隣行ってるもん。また早い早い。なになに、何、そういえば豆知識、扉を通るためにそれまでに進捗は自動的にセーブされる。あ、なるほど、10秒ぐらい開ければいい。分かった分かった。ちょっと今忙しいから今すっごい忙しいからやめて。いた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 。わい、ちょっとずつじゃないとできないのかも。あれ、これ隣かな。違うの、いた。なんかいた、なんかいた。ふう、明るくなった。また隣の部屋に行ってるよね。あれなんですけど、さっき通ってきちゃったよね。いた。ボタンまで手に入ったようじゃの。よくやったルージ君、ベースローマまで戻ってくるんじゃ。戻りましょう。そっか、戻らなきゃいけない。はい、ちょっと戻るのも一苦労なんだけどな。軽く言ってるけど戻るのも一苦労なんだけどな。怖いな怖いな。よし、チカ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 。おお、はや、今の3番。いや、次きっと3番行くんだね。3番っていうか3回行くんだね。どうやらこれで 3回にも行けるようになったようじゃな。とりあえずラボに戻ってこいって言われてるんで、ラボ行きます。ラボ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 、怖い。ラボ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 、はい、ただいま。よくぞ無事に戻ってきたルイジ君、カバンをこっちによこすんじゃ。ありがとうって言って。うん、何が入ってるんだろう。これじゃよ、これ。今こそこいつを実践投入。まだやってなかったんだ。わしももう年で自分でお化けを捕まえられんからの、代わりにと思って助っ人を開発したのじゃ。もしかしてグイジのやつだ。これぞ天才オヤマーの最新の発明品、その名もグイジくんじゃ。
プ？おろろ？うど？パンパン？あいつはなかなか開発に苦労したぞい。試作品を誰かに動作テストしてもらったりしてな。うど？パンパン？これのどこがスケットなのかじゃと？まあ朝を焦るではないよい。これおばき読みにセットするからちょっと後ろ向くんじゃ。これでセット完了じゃ。それではルイージ君、まずは訓練と行くぞい。一旦表に出るんじゃ。わお、バオンがバオイバド、うん、いつの間に使ったんだ。あい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 、ルイージ出れないよ、閉じ込められとる。ひどい。わしの罠にはハマったな、ルイジ君よ。完全にはめられたよね。というのは冗談じゃが、悪いが閉じ込めさせてもらったぞ、ルイジ君。早速じゃが、ルイジ君を使ってそこからなんとか脱出してみせるのじゃ。 R で出現されて、 R 2回続けて押し込めばいい。 RR はい、分かった。おー、出た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 。じゃじゃーん、見よ、これが君の助っ人となるグイジ君じゃ。ねえねえねえ、ルイジ寝てるよ。鉄格子や通気口なんかの細い隙間をくぐり抜けることができる。おお、体がとても柔らかい材質でできてるからの。これ試してみるんじゃん。やばい、来たー。楽しい。その要領じゃ、基本操作はルイジ君と一緒じゃな。押し込むごとに2人の操作を切り替えられるから。分かった、切り替える。大きい、変わった。あ、楽しい。あ、すごく楽しい。 HP 少ないね、25しかない。あ、溶けた。なんでなんで。実はグエイジ君にも弱点があってな、水に濡れると溶けて消えてしまうんじゃ。分かった、気をつけます。で、水を吸い込めばいいんじゃとかじゃなくて、回ればいいのか、こういうことか。ねえねえ、当たっちゃった当たっちゃった。やだ、もう一回もう一回。でも言ってることは分かりましたよ、今当たっちゃったけど。どうするの、こうかで、切り替えるんでね、切り替えて。ねえ、無理。すく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 、ウィン、ソースーさん、サメの竹。あ、続けた状態でもいける。マジで。あ、すごい。出れた。あ、ちっちゃくグってやってる。かわいいグイージ。よし。訓練終わりじゃ。これなんかやめたい時とかはあれなんだよね。あの、戻さないと一人ぼっちになっちゃうのかな。ベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知してな。近づけてみたところ、このホテルのすぐ近くにおどろおどろしいタワーがあることが分かったんじゃ。仲間探しに必死なのはいいが、たまに気分転換でタワーに行ってみてはどうじゃ。テラータワーが追加になってる。お前がいのあるお化けがうよいよいそうじゃぞー。腕試しには持ってこいじゃん。ベースラボからいつでもアクセスできるようにしておいてやったからの。マルチプレイのテラータワーを選べば挑戦できるぞい。あっぽん。そう、今回ね、テラータワーとプレイランドで8人まで遊べるんですよね。友達とのミニゲーム、これ多分プレイランドの話だと思われる。ということで次は3階ということなので、次回は3階に向かいたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!